はい、白です。今回ですね、下水バイオガスを利用して、この選手をですね、浄化センターでは余剰分が2億円の収入に処理場で400世帯分の電力を作るという話題の2番目の動画を撮ってますけれども、ちょっとですね、この下水バイオガスというものに対してもう少し深く突っ込んでですね、 お話をしていかないとなかなか理解が進まないかなと思いましてちょっと細かくまずですねバイオガスとか、えー、消化ガスというものは何なのかということからちょっとお話ししていきたいなと思いますまずですね消化ガスというものをちょっとウィキペディアでこう検索してみるとこういったものなんですね消化ガスはバイオガスの一種で下水汚泥の嫌気性発酵により発生するものを指すと この研究性というのはですね、生物由来で発酵してないとものです。例えば化学薬品ですとか、そういったものによって発酵を進めるというものによってできたものの一種ということですね。で成分はメタン発酵により生じるバイオガス共通の成分として、メタンが55から60%、残りの大部分が二酸化炭素で、若干の硫化水素とアンモニアを含む、低発熱量は 5,500から6 0 0 0カロリー、えー、ノーマルリュウベイ程度である。このほか下水由来の消化ガス特有の不純物として白気酸が含まれると。ちょっとね、なかなか難しい言葉がいろいろ出てくると思うんですけども、ポイントはメタンと二酸化炭素という部分です。この二つがほとんどを占めてるんですね。で、生成としては、下水処理の沈殿地で分離された汚泥ですね。 下水処理場というのを見たことある人はどれぐらいいらっしゃるかわからないと思うんですけどあの、下水ですよね、やっぱりそれを流すときに、ものすごいいくつかのです、ね、池みたいなところを通して、その下にたまった汚泥というものですね、まあ、汚い泥という形で、まあ、本当泥みたいなものなんですけど、それをです、ね、消火タンクで発酵処理することでできてくるのが消火ガスという部分ですね。 その過程では消化ガスの発生と同時に汚泥が原容化されると小さくなるということですよね。だから消化ガスを発生させると同時にその消化タンクでその汚泥を小さくするとでメタン菌の種類により20度以下25から35度し45度以上の環境のいずれかもしくはこれらのを組み合わせた多段階の発酵が行われるが 口述の通り、過温には消化ガスを燃焼した熱が利用される場合があると。このですね、過温した消化ガスを燃焼した熱。まあ、このメタンというのを、ね、燃やすことで熱が利用できると。これは以前の動画でもうちょっとお話ししましたけれども、このですね、バイオガスを作るときのここですよね。消化ガスを燃焼するときの熱をここでまた利用するという形なんですよね。だから熱がこっちの消化。 汚泥消火タンク、ここで発酵させるということなんですよね。これにつながってくるという形なんですね。で、えー、1908年度以降、えー、消火タンクにドイツのディビー・ダーク社で開発されたプレストコンクリート製卵型タンクが広く採用されていると、こんな形で卵型ですね。横浜市の金沢区南部汚泥資源化センター。 これはですね、私も実際ちょっと見たことあるんですけども、ゴミ処理場と同時に隣にこういった処理センターを作ってですね、オデを効率よく処理するという方法が取られているそうですね。で、プレストレストコンクリート製卵とかっていうことですね、爆気のために動力必要とせず、周囲への臭いも格差もわずかであると。 研、えー、気性発酵の特性上ということですね。まあ、動力はいらないというところですよね。二酸化炭素は下水処理場内で消費する場合には消去しないこともあるが、自動車燃料や都市ガス原料などとして高度利用する場合には、九州島内で消化ガスと下水処理水,下水,処理水を気液接触するさせる湿式吸収法、または高圧にした水へのメタンと、 二酸化炭素の溶解度の差を応用した高圧水吸収法で除去すると。すごいですね。水で除去できちゃうんですね、だんだんと。下水以来の消化ガスでは生活廃棄物や畜産系のバイオガスに比べ豊富な水を利用しての処理がしやすい特徴があると。で、他はですね、消化ガスの特徴としてこのバイオガスの 一般的なこの成分表というのもね、ちょっと見てみたんですけど、ほとんどがですね、このメタンと二酸化炭素なんですね。水素も若干出てきまして、窒素とかも出てくるんですけど、まあ、ここら辺をですね、有効利用して、発電に活かしたのがこのバイオガス発電ですよっていうところなんですよね。だからこの2つの処理を今までは燃やしてたりとか、えー、高圧水処理なんていう形でね、この二酸化炭素を処理していた。 あるいは先ほども戻りますけれども、えー、自動車燃料や都市ガスの原料などとして高度利用する場合にはこういった処理で行ってきましたということですよねだからバイオガスの利用価値というのはまだまだいろいろあるんだというところでこれにつながってくるという形なんですよで、選手浄化センターここでね初めて選手浄化センターの話に戻りますけれども 仙台市をはじめ周辺の市と町を含めて6つの自治体から下水が送られてくると下水は水と汚泥に分けた上で水は塩素で殺菌して海や川に放流する一方汚泥は発酵させて容量を減らしてから焼却する方法が一般的だとこの過程で発酵に伴って大量のバイオガスが出るとこういう形でバイオガスを利用できないかということで使われてきてなんですね で、これに関してですね、もう一つ、埼玉県のニュースがすごく分かりやすかったんで、こちらをちょっとまた参照していただきたいんですけども、下水の汚泥から2500万キロワットの電力、水素も取り出し、燃料電池車が動くとで。これね、埼玉県での下水処理場の話なんですけど、こちらの話の方がね、ちょっと分かりやすいんですね。埼玉県は下水処理場で発生する汚泥を利用したバイオマス発電事業を、 開始する。2019年から発電を開始し、2029年までに発電能力を一般家庭5000世帯分の合計2500万 kW まで拡大すると。処理場内には太陽光発電も導入し、さらに汚泥から水素を取り出して燃料電池車への供給にも取り組む計画だとここがね、結構大事です。下水道というのはね、5種類があるそうですね。下水道には2つの種類がある。 1一つが河川、湖など複数の市町村にまたがる水域の水質保全を行う流域下水道でこれは都道府県が管理していると。で、流域市町の下水を県が管理する下水処理場で一括処理する仕組みだと。もう1つは公共下水道でこちらは主に市街地などの下水を処理する、排除する役割を担っている。 管理は基本的に市町村が担当すると。県面積を占めに占める河川割合が全国1位と水資源に恵まれる埼玉県は、流域下水道を処理する下水処理場を8つの流域で合計9箇所管理している。このうちの3つは処理水量で全国トップ3に入っており、9箇所の合計処理水 合計処理量は1日あたり約177万立方メートル、これ埼玉スーパーアリーナ2.4杯分に相当し、県人口の約7割となる530万人分の処理を、下水を処理していると。これがね、すごい量ですよね。先ほどの潜水の処理量に比べると、やっぱり相当な大きなものです。 で、えーまあ、この汚泥がね、やっぱり出てくるので、それが下水処理に汚泥から年間1300万ノーマル流米のメタンガスがこれだけ出てくるということですよね。で、これをバイオガス発電に利用しているということが埼玉で行われているということなんですよね。で、最初に戻りまして、このベース、バイオガスを 選手を浄化センターでもこうやってきてるよっていうところです。だから市町村があの下水処理している処分ですね、生活排水とかをこちらの選手ね浄化センターでも行ってきているということなんですよね。245万立方メートルっていうことですから、 これね、かなりあの埼玉県に比べると少ないですよね。まあ、人口の密度というものも違いますし、まあ、あの処理のする能力はそこまでいらないということもあるんでしょうね。で、そのうち約7割を汚泥の焼却炉などの燃料に利用していると。汚泥を、ね、燃やす燃料としてメタンガスを使うということですね。先ほど、バイオガスを、あ、消化ガスですね。消化ガスを作って、 処理しているんですけども、それはまず汚泥を少なくするという形なんですよね。で、その汚泥を燃やすのに、そのバイオガスの中のメタンガスを使っているということなんですけど、それでもですね、まだ3割余ってたということなんですよ。で、これを発電用に供給する計画だという話なんですよね。宮城県は県内7箇所で浄化センターを運営していると。バイオガス発電を実施するのは、船首浄化センターが初めてで、 今後は他の浄化センターにも広げていく可能性があると。その一方で、バイオガスから水素を製造することにも取り組んでいく。国土交通省が推進する下水濃泥から水素を製造する実証プロジェクトの一環で、7カ所の浄化センターを対象に実現可能性を調査する。日本料電池を利用した発電事業や水素ステーションを併設して、燃料電池自動車に水素を供給する事業の再算性についても検証する予定だと。 こういう形ですよね。下水処理から消化槽を使ってバイオガス。先ほどの卵型のやつですよね。そこから水素を製造して水素ステーションに持っていくという形です。でに福岡市の中部水処理センターでは、国土交通省の実証プロジェクトの第一号として、下水バイオガスから水素を製造して燃料電池車に 供給するる設備が2015年11年月に稼働していると。もうこれ実際に動いているところですね。生物由来のバイオガスから作った水素は、生造段階と利用段階を通して二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーになるとこんな形ですよと。これ世界初でしたよねっていう作り方だったんですよね。これも以前にあの私動画で作ってお話ししてきた内容の一つです。 いろいろですね、この下水からですね、水素も作れるし、バイオガスから作れるマイタンガスを使って、それを発電にも使えるしという形で、非常にあの流行利用の形があの複雑化してきている。というか、余ったエネルギーっていうのを有効利用する形でどんどん進んできているのかなというところですよね。ここら辺は まだ全国的な下水処理場では使われていない方法でもありますので、まあ、自治体がね、副収入を得るというところでもあるんですけどもどんどん使われてくることによってよりです、ね、処理も進みやすいしこのメタンガスというのですね、実はあの結構オゾンを破壊する方法でもあるのでこれがですね、うまく処理されていくと非常に面白い。 こととにななってくるかなと思います、はい、えー、ちょっとね長々と、えー、動画を作ることになってしまったんですけどもこういうふうにですね少しずつ皆さんもわからないことを自分で <laughs> あのー、どんどん追求していくとですね、あのー、何かこうビジネスチャンスにつながることもありますしあこういうことにつながってくるのねっていうこともいろいろ分かってくると思いますので私もこの一つの動画の今回ですね えー、突っ込んできた内容としてもあこういうふうにつながってくるのねあるいはまだまだ全国で使われてないあの浄化システム浄化下水処理場っていうところでですねまだまだいろいろですねエネルギーを有効利用することができるという形でこれはですね非常に将来的にも全世界的にもまだまだあの面白い試みじゃないかなと思いますので。 全世界的に広がっていいくと面白いですよねまだまだ施設を運営していく上ではこのゲバイオマスバイオガスをですね、えー、固定価格買い取り制度でですね、あのー、うまく処理していって行っていくっていうところが必要になってくるんですけどもそれがねこう済んでいくとあとは設備の維持管理をうまく行っていくとか。 ですね、あとは効率化を図っていくかっていうところに移っていくと思うのでまだまだ設備をね設置するにはちょっと時間がかかるでしょうけれどもこういうものがねじわじわと広がっていくとより水素社会ですとかより電気のエネルギーセキュリティの面っていう部分でも非常にあの将来性がありますよねこれはねほんと面白い技術だと思いますはい今回ちょっと長くなってしまったんですけれどもあの分からないところはですね面倒くさがらず こううやっっってて自分でででどどんんん突っ込いいくっていう方法もですね皆さん、あのぜひ、普段から、まあ、やってらっしゃる方多いと思うんですけども、ついついですね、わからないところをそのまんまにして流してしまうって結構多いと思うんですよ。でもね、こういったところをですね、ちょっとずつでも、あ、なんでだろう、なんでだろうっていうふうに追求していくと、あのより理解も深まりますしですね、それがあのビジネスチャンスにもね、つながっていく、あるいは自分の あの知恵として何かにこうつながっていくっていうこともね結構あるんですねですからそういったものを一つとしてこういうふうにあの動画に残していくっていうのも私もこれはあの理解が深まりましたけれども皆さんのね何かを知るきっかけにもなればいいなという形でちょっと動画も作ってみましたで長々とですね最後まで本当に付き合っていただきましてどうもありがとうございます 今回もですね、下水バイオガスっていうのはですね、いろいろ将来性を担っているものだっていうのがより深く理解できましたし、まだまだですね、あの、水素への転換っていうのが行われてくると、非常に将来性のあるエネルギーの作り方だなというところですよね。はい。今回も最後まで聞いていただいて、どうもありがとうございました。失礼いたします。